百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？ウォー！今日は引き技のビデオの2本目になります。早速だけど今回のビデオは引き技、まあ引き面でね、特に引き面打つときによくある間違い、こうなってるからうまく当たらないんだよ、苦手の部分はここなんだよっていう話と、それの直し方、よくある間違い直し方で、次のよくある間違い直し方、次のよくある間違い直し方、こういう風に進んでいきます。よくある間違いの1番目っていうのは、なんといっても竹刀の打突部位で面を打ってないってことなんですよ。竹刀のね、この辺で打っちゃってるの。これなんでこういうこと起こるかっていうと、これ全ては間合いが問題なんです。間合いが近い、つばぜり合いの状態からそのまま打とうとするから、どうしたって物打ち当たらないんですよね。引き面とはいえ、やっぱり腕伸ばしたところで打突部位で面を打てるようにしないといけない。これはやっぱり間合いの話なんです。じゃあ引き技の時の間合いっていうのはどういう風に書かれてるかっていうと、出ました、いつもの全権連指導要領、いくよ、こう書かれてます。引き技は体当たりやつばぜり合いの機会に引きながら打つ技であると、こう書かれてるんですよ。これは逆に言うと、つばぜり合いの時にそのまま打っても一本ならないよ、ここで当たって一本ならないよって言ってるわけ。つばぜり合いから引き技の引きっていうのは体を引くってことね。ほとんどの剣道の技っていうのは体を前に出しながら遠くから打っていくんだけど、引き技だけは体を引きながら間合いを作って、そこで面と。だから物打ち、打突部位で打つことができる。それでつばぜり合いから瞬時に打てる間合いを作る方法は、手元を前に出すこと、手元を前に出すこと。そうするとここからね、手元を前に出したここにスペースが生まれるわけ。このスペースを利用して引き面、ここまで大丈夫？引き面を打つ前には必ず手元を一回前に押し出す、ここにスペースをつける、これが最初のきっかけ。ここまで大丈夫だよね、ここまで大丈夫だよね。ここからもうちょっと突っ込んで言います。自分の手元を前に出して作ったスペース、これは引き面を打つ最初のきっかけとしては絶対これは必要なんですけども、まだ腕を伸ばしただけじゃここ狭いんですよ、まだ近すぎるの相手と。だから打突部位でまだ届かない、そこで第2ステップ。さらにそこから間合いを取るためには2つやり方があります。1つは手元を出すときに相手を崩して相手を下げちゃうってこと、相手を下げる、そうすると面が届きます。もう1つは相手を押すんだけど相手が押し返してくる、相手が押し返してくる力を利用して自分が下がるってこと。この2つ、引き技を打つときに打突部位で当たらなくていつも近いところで当たっちゃう人、そのまま打っても当たらないんだよ。引き技っていうのは自分が引きながら間合いを作りながら面を打つ、そういう技なんだよっていうことです。次のよくある間違いは、相手が全然崩れてないのに無理やり引き面を打って全部避けられちゃう。これは引き技を打つ前に相手を崩せてないっていうのが問題なんだけど、相手を崩すっていうのはつばぜり合いからえいって押して相手の体勢がこうやって崩れるっていうのも、まあそうだと多分それ想像してるかもしれないんだけど、もう一つ相手の構えが崩れるっていうのもあるから。構えが崩れた状態っていうのは、例えばつばぜり合いから相手の手元を下に押した、そしたら相手は下に押されたから嫌だと思って上に押し返した、そしたら胴が開く、これも構えが完全に崩れてるよね。もしくはつばぜり合いから相手の手元を上に押し上げた、上に押し上げたら相手は万歳させられたから胴やばいと思ってハッと下げる、そこ面が開く、これも構えが崩れてる。次は引き面を打つのが遅くて当たらないって人、これは払い面の時思い出してください。払い面っていうのは払って面、払い面じゃなかったでしょ、払い面は腹面だったでしょ、腹面1拍子、引き面も似た感じで引いて面、引き面じゃないですよ、引き面、崩して面じゃなくて引き面は引面、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 隙は一瞬しかないです。引いて面なんて打ってる人一人もいない、引面、崩して引面。次のよくある間違いっていうのは、引き面を打った後に下がりきれないってパターンですね。これは引き面っていうのはもう打ったら下がって間合いを切らないと一本ならないんです。だから間合いを切れないように相手は打たれたと向かってきます、そして何だったら打ってきます。だからそれもできないぐらいに下がる必要があるんです。だからもう一回いくね、引き面っていうのは打つためにまず下がる、打つために下がる、この引きと打った後に下がる、間合いを切るためにこの2段階の引きが必要なんですね。だからこの2段階をできるだけ一緒につなげて行えるように、最初の打つための引きの時からもう下がることを考えて打つと、そういうことですね。
具体的に言うと、相手を押した、崩した、その勢いでもう下がる準備をしておくってことです。いかがでしたか？次のビデオはいよいよ右から崩すのか、左から崩すのか、上から崩すのか、下から崩すのか、なんで崩れるのか、そういったことをやります。そのために今日のお話がありましたんで、今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。